集まれ動物の森、今回もやっていきましょう。みなさんこんにちは。雨降ってる？ただいまのひまかじまの時刻は2020年6月20日火曜日の午後6時59分です。傘はさしてなかったよね。今日は特にお知らせはありませんが、昨日のバラエティ番組どなたかご覧になりました？好きな芸人さんがゲストだったんですが、本当に面白くて笑いっぱなしの1時間でした。いいですね。私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。では本日も楽しい一日になりますように。雨降ってるね。雨降ってないね。さてお手紙はカサンドラからだ。アイネーエ、私この絨毯の新たな持ち主をずっと探していたの。それでね、次の持ち主はおめでとう、あなたに決定したわ。これはもう運命ね。諦めて受け取ってちょうだい。大事にしてね、カサンドラ。絨毯を送りつけられてきましたね。送りつけられましたね。これはなんかもらいました。子供の日、国際子供の日と父の日ですね。作りの王冠とかこんな感じ、なんか折り紙で作ったようなそんな感じですね。いけるかな。青なんですよね。ネクタイですね。かわいいじゃない。こんな感じ、手作り感ありますね。はい、ということで、まあ、戻しますが、夏カッコですね。でカサンドラからのプレゼントは緑のピータイル。緑のピータイルを、これか、なんか子供部屋みたいになるね。悪くない、ありがとう。これもいつか飾っておきます。そして今日はね、ルーチンワークをやっていくんですけど、メッセージボトルを探しつつですけど、パニーの島のあの人たちの写真撮影をね、今日はリベンジをしたいと思います。これで最高評価が取れたらもう撮影しなくていいかなと思ってるんですけど、とりあえずそれまでは挑戦し続けようかなと思ってます。一周ぐるっとしてこようかなと思います。タコリーナだ。じゃあタコリーナ叩いちゃうといけないからね。あら、キャプテン、お会いできて嬉しいです。タコリーナはまだキャプテンなんだね。おしゃべりしよう。今日みたいな日こそスクワット&ビルドをじっくり読みたいですね。それは実在の本なのかな。ちょっと知識がなくて申し訳ない。あら、私に何かご用ですか。おしゃべりしよう。素敵なところにお出かけされるんですか。うふふ、カシュクールワンピースがお似合いだったので。ありがとう。パニーの島に行こうと思ってるよ。それにしてもちょっと大人っぽい雰囲気でドキドキしちゃいますね。そう。普通に嬉しいな。ありがとうタコリーナ。じゃあぐるっと回ってきまーす。化石あった。ホタルだ。声でかかったかも。ホタルがいます。ホタルいっぱいいます。マジえ、めっちゃ嬉しいじゃんこれ。いや、ホタルなんてね、捕まえられない。ちょっと待って、捕まえた。幻影かなって思っちゃった。ホタルを捕まえた。ほのかな光がロマンチック。あんまり売っても高くはなさそうだけど嬉しいですね。これはブラックバスかな。一応釣ってみますね。あえ、何これ、黄金の魚。これって確かドラド。嘘だ、マジで言ってる。
ドラドってそんな簡単に釣れるもんなの？わかんないけど。本当にこの簡単に釣れちゃっていいの？もっとなんか苦労するもんじゃないの？あ、これブラックバスだね。なんかちょっと大きいなって思ったんだけど、大きくてもブラックバスだったりするじゃないですか。へー、びっくりした。これはびっくりですね、本当に。6月に釣れる魚調べなくてよかったな知らなくてよかった。お、やった、5000ベルだ。次第です。久しぶりに釣ったな。小雪ちゃんがお家にいるな。さっき走ってたな、ブーンって広場。あ、風船の音がする。あったあった。さて風船は、いやー、黄金だって。黄金の魚だね。パーティーの飾り、旗みたいなやつね。じゃあこれも釣ってみる。あ、魚釣りとかも結構したいな。ワクワクですねこれは。あ、アジサイ咲いてる。昨日ね、あれだったもんね、黄緑、色合いが×ですけどなんかなんでこんなになっちゃったまあいいさ、ちょっと化石見てくるね。はい、化石は特になさそうでした。これはクオン語りだよね。じゃあ小雪ちゃんに会いに行きます。あら、なんか最近いるな、他の人の家にいろんな人がなんて言うんだ、こういうことが増えた。なんでだろう。よっ、先にお邪魔してるよ。へい、世間話でも。ねえ、小雪のやつなんかにやけてない？あ、来た、かわいい。うちらが遊びに来てからずっとあんな感じだよ小雪笑顔だね。あ、今ねえなちゃんも遊びに来てくれてるんだよ。おしゃべりしよう。誰が同じタイミングであたいの部屋に遊びに来てくれたなんて、なんだか今日は面白い日だね。たまたまなんだね、あの強い女子だね。クマとヒョウ、声かけてくれてサンキュー。あたいに何か用事？世間話でものんびりしていってね。二人が同時に来てくれるなんて結構珍しいんだもん。そうだね、小雪の部屋は初めてかも、こうやって見るの。なんかね、他の誰だろうな、まあいろんな住民いるけど、わかんないや、なんでもない。ほう、小雪の部屋はこんな感じなんだ。こいつ意外とセンスあるんだな。うちも負けてらんないよ積み木だね、かわいいじゃない。まったね、かわいい。あ、メッセージボトルあった。じゃあ、メッセージボトル見つけてくれて超嬉しい。かわいい便箋だね。昨日ベッドに寝転んで漫画を読んでたら突然最高のレシピを思いついたの。独り占めするのはもったいないから瓶に詰めて拡散。作ったらみんなに自慢しちゃえ。アイデアがある。マロンより。マロンちゃんってなんだろうな、リスっぽい名前だけど。貝殻のベッドはね、覚えて。あれあれ、覚えてなかったんだ。私持ってるんですよ、タマツからもらったんだよね。 DIY のものでもらったりするんだ。そうなんだ、知らなかった。今更です。これいいや、今更でした。で、このちっちゃいのは何だろうな。あ、そっち行かないで。石ころでした。あ、こんなところに。じゃあこの上の方も釣ってみますか。あ、うぐいな気もするけどね。あ、また新しい魚釣った。テラピアだ。あ、これ友達の島で釣ってました。私ついにテラピアが釣れる時期になったんですね。これ母の日サンキューマグカップですね。
あとは特にないかな、ここら辺は。あれはいいかな、捕まえた方がいいのかな、あれの売り値を知っておくか。調べたっていいんだけど、失敗したわ。調べます。あれも石ころかな、どんこでした。どんこって美味しいの。池にもいるな。あんまり池の魚釣れてないんだよね。珍しい服があるな。十二人かなあれ。あ、ナマズだ。はーい。あ、ナマズといえば、あ、久しぶりに見たモルフォ。君生きてたんか。絶滅したと思ってた。それは嘘。失礼。ドンコをね、ドンコじゃないや、ナマズをね、間違えてタメコちゃんにあげようとしちゃったんですよ。少し前なんだけど。でその時にまだ初めて釣ったばっかりで寄贈してなかったんですよね。お、アーサーだ。どうもだから、それで、あー、タメコちゃんごめん、返して返してって話をしたら本当に返してくれたんですよ。どうやらこれ寄贈してないみたいですよねって言って、寄贈してあげてくださいって言って返されたっていうことがありました。ナマズはね、だからタメコちゃんとの思い出ですね。なんかまた見たことないものがいっぱい。ビンガ大将、ちょっとリュックショットやってるからわかんないけど、パーカーワンピ、もう青一色だなこれやったら。カンカン帽、水泳キャップとかもあるんだ。へえ、やっぱ品揃えも変わるね。キュウリパック、これ使ってたな。アイパッチ。さあ、お店に並んでる時に同じものを着て入るの恥ずかしいよね。あ、ここで買いましたっていうのももろバレみたいな。あとニコアンドとかさ、ロゴ入ってるものアイテムとかいっぱい売ってるじゃない。私がニコアンド行くだけなんだけど、そういう時にさ、ニコアンド入るとちょっと恥ずかしいからロゴ隠しながらお店見たりするんだよね。はい、じゃあ持ってないもの買っときますね。待って、あ、桜島がいるね。いや、お、キャプテンじゃねえか、元気そうで何よりだ。スナイル君いないね。おめえの顔見てるとこっちまで調子が出てくるぜ。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。ありがとう、もうちょっと話そうか。今度はなんでお話ししよう。キャプテンが昨日化石噂になってるんだろうね、本当にこんなに言うってことはね。もうこの島で化石が見つかるってことはさ、大昔ここで恐竜が生活してたってことだろ。そう思うと感慨深いよな。わかる。あっさいセリフですけど、ね、スナイルの家には行ったことあんのかい。あるよ。あいつがどうってわけじゃねえんだが、インテリアの好みは人それぞれだなってつくづく思ったぜ。インテリアっていうか、スナイルの家外だからね、あれ屋外だからね。雪降ってるし。お、ありがとう。そういえばなんだっけ、床おしゃべりしよう。島の暮らしは時の流れがゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ。そうだね。今日は何してたんだい、カサンドラ。世間話でも。あいね、昨日たくさん本当に噂になってんな。もう鑑定は済ませた。取り出した時にフータさんに見せる時、どっちもドキドキしちゃうね。そう、マンモスがあるかないかでドキドキしますね。夏の貝殻ってそんなないんだね。あるかなって思ってたんだけど。さて、何か珍しいの釣れるかな。子供ドラゴンでした。あ、化石見っけ。いやー、水辺にホタルいるのめっちゃいいね。綺麗だわ。
石4つ見つかったので、まあこれは鑑定して、あ、もう一個見つかったわ。昨日の分かな。あ、カモいる、カモいる、カモいる。蚊に刺されないようにしないと。よし、新しい虫捕まえまくりですね。虫だけじゃなくて魚も。蚊を捕まえた、吸ったもの返して。まだ私は今のところリアルでは吸われてないですじゃあこれもここに、あ、タモツくんがいるね。マジで、あ、水あげてくれてる、ありがとうタモツ。あで、タモツくんに話しかけ、わーい、アイコンくん、わーい、それだけ。君は今日も元気そうだね。僕だって泣けないよ。今日元気ですよ。ちょっと喉痛いですけど。あれ、どうかしたの？話に来たよ。僕、今日こそはお友達になりたい虫さんがいるんだ。この島で出会えてお友達になることができたら、それはもう運命だよね。誰でしょうね。今日こそってことは、誰でしょうね。ホタルかな。大好きなメダカに最近全然会えないんだよね。恥ずかしがり屋さんなのかな。これ釣ってきてってやつ、手伝おうか。いいの？じゃあお願いしちゃうね。このすぐ下にちっちゃい魚いるから、これかな。フナだ。大好きなメダカさんいるかな。私もメダカね、最近釣ってないんですよね。ってかあの池なのか川なのかすら分かんない。あの左のやつは雑草なのかな。あ、雑草だ。あの雑草初めて見た気がする。気のせい？ブラックバス祭りですね。荷物いっぱいになると嫌なので、あ、なんか種持ってるから植えちゃうか。こんな感じで適当に。んで、寄贈するものはここに置いておこうかな。ホタルでしょ。あ、うん、うん、ホタル。何その顔、タモツポカーンってしてたけど、とね、ドラード間違えました。ちょっと正面向いちゃったじゃん。でかいね。もう飾っとこう。こういう感じ。あ、波もそうだったね。そういえばルーズリーフなんだ。メダカ釣れる気がしないな。メダカ昼間しか釣れないってことないよね。あ、あの大きさはまた風船の音がする。石かーい。そろそろパチンコ壊れそうだな。あ、上か。さて、プレゼントはプロテインシェイカー。何色でしょうか。開けません。ん、こんなのあったっけ。おーい、初めてかもしれない、この色。味だよね、味があるんだよね。あ、モルフォー。こっち行かないで。あー、行っちゃった。あれも釣りたいな。今日は釣り会ですね。あれ、また釣った。この持ち物欄が埋まる前にまた釣れましたよ、ドラド。マジか。また大きいのいるなと思ったら釣れてしまった。メダカって、あー、全部の池かーい池かーい、今更やないかーい。あれ、メダカじゃね。違うわ。じゃあ薪持ってくるか。けだと湧かないんだよね全然。あ、そうだった、
やあやあレイジ君。アイコンさんいらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはアジサイだよ。そうだよね、うん、植えてるよ。買いに来たよ。持ってきたよ。アジサイ、アジサイ、ツバキ、ツバキか。なるほど、ありがとう。そっか、また気が変わったら言ってね。バケを持ってくるんですけど、売っちゃおうかな、もういらないもの。あ、サーフボードがある。いらっしゃいませ。どうも。サーフボード。高そう。4100。ああ、まあ、まあまあ。はい。なんかいい色ですね。で、これがハム。ハム。これは何すか？ダイナーなカウンターチェア。買います。こっちも生まれそうなので、持ってる持ってるだからいいや。で、今日の株価を先に聞いておこうかな。174。まあまあ。まあ、株買ってないんですけどね。で、そんな高くないやつだけ売っちゃいます。うん、で、1000ベル以上のやつ、確実に1000ベル以上なので、ここら辺は。それは、ウオマスじゃなくて、ジャスティンだね。来てから売ろうと思います。4500か。しょぼいな。ライダーの傘って持ってたっけ？どこか。なんだこれ、ゴムタイルの床。はあ。初めて見たでござる。バラの壁紙、シンプルな、なんか色がついてないバラの壁紙があるね。買っとくね。持ってたらごめんなさい。で、お家に行きまーす。だって、バラの壁紙とか、ここら辺は収納しておく。ドラドとかいくらなんだろうな。ちょっと調べるね。あー、どうしよう。調べなくていいかな、まだ。で、プロテインシェーカーが、この色ですね。ココア風味かな、チョコかな、そんな気がするな。パーティーの飾りは飾れません。空いてる壁ないっけ？なさそうだけど、ここら辺に飾れないかな。はい、見えませんけど、あれです、あれです。いや、張りっぱで。あら、素敵じゃない、2人して。薪をね、10個持ってきました。10個でいけると思ってるんだけど、舐めすぎかな。アマゾン、はい、できました。つるざおです。じゃあ、あ、釣りましょう。また、ナマズンかな。小さい魚がいいんだけどな。ナマズンだ。さて、じゃあ、餌をまく。あれ、ちょっと大きくなったな。あら、錦鯉が釣れたわ。高そうって言っても4000ビルなんだよね。なんか大きいのばっかりっぽいです。カエルです。ぴょこぴょこ、いい大きさ。あれがオタマジャクシでありませんように。オタマジャクシ、また風船の音がする。風船どこだろう。あった、危ない。柵越えたね。ぴょんぴょんつって。飯盒あるな。飯盒は色違いとかないっしょ。知らんけど。さあ、負けあと5つなんですけど、でっかいの出たな。ナマズン、ザリガニ、
あと3つしかない。なんでよ。あと3つしかないんだけど。はい、ザリガニ。カエルぴょこぴょこ。ラスト。でっかいの出た。マモツくん、釣れないよ、メダカ。ナマズンばっかりだ。こんなナマズ住んでるんか、ここ。さて、追加で取ってきましたよ、14個。これがね、今、うちにある全部なので、これダメだったら諦めます、きっぱりと。ごめんね、タマツくん。出たらいいんですけどね、それまでに。ナマズばっかり。おやつカンパニー。ほい。やっと小さい魚出た。気づいた。どっちでしょうね。あれ金魚釣れたけど。え、メダカいないの。またちっちゃいの出た。どっちっていうのはちなみにオタマジャクシかメダカだったんですけど、金魚はちょっと入れてなかったわ。考えに。やっと釣れた。いやー使ったな。24個あったのに。トマツ釣れたぞ。どこじゃ。いた。タモツ大変だったよ。何がよく合うねじゃ。こら魚だよ。まったく大変だったよ。えへへ、メダカだ。やっぱいないみたい、この島。ありがとうね、君にお願いしてよかったよ。お礼も決めてあるんだよ。何くれるの。帽子だ。うふふ、デニムキャップ。あ、いいじゃない、気に入ってくれるかな。ありがとう、デニムキャップはこちら持ってる。ありがとう、タモツ。ファニーの島行きます。あ、嘘、スマイルくんいた。やあ元気かい、アイコンくん。お話ししよう。よし、今日はスナイラの生い立ちを語。え、また今度でいいって。なんで生い立ち語ろうと思った今。さあ、このスナイラにどんなご用かな。お話ししよう。アイコンくん、君、昨日は化石。太古の昔から果てしない時が流れ、今の僕らにつながっている化石ってロマンがあるよね。化石好きか、ここの島住民。え、着てみる。汚っ。じゃあ売ったらパニの島に行こうね。かびたワンピースはどうしよう。とりあえず、まあ、売りはしないでおくけど。あ、結構いった。しよう。クローゼットにも入れたくなくない。知らんけど。例えばパッチくんに今日は会ってないな。あ、パッチくんのお部屋かわいい。パッチくん、何これ、かわいすぎない。来てくれてありがとう。のんびりしてってね。話しに来たよ。昨日君がスコップで掘った穴の中にお金か、お金を埋めてたってみんなが噂してたけど本当なの。果物ちょうだいってやつか。はーい、果物は生えません。とっておきのモンブランを切らしちゃってる。僕の一押しスイーツでおもてなししたかったのに、ごめんね急に来て。いや、まさかこんなお部屋が見られるとはな。このお部屋には僕のこだわりがたっぷり詰まってるんだよ。好きなだけ見てってね。かわいい。ペットはこれなのか。なるほど、こういう感じなのか。なんで黒いレースの傘持ってんの。私開けてないな。大好きがかかってますね。見れませんわ。
可愛いんだけど、これ何？めっちゃ可愛い。ぬいぐるみ？超可愛い。またねー。やあ、バーバラ。何してるの？何ってあんた、貝殻のスクリーン。貝殻系今日もらえるね。あー、これが立ってるんだ。骨貝とホラ貝。ほー、ありがとうバーバラ。じゃあ今度こそパニーの島行きますね。はい、出発。オッケー、到着しました。自分はここでスタンバイしてますから、お帰りなさいを声かけてください。はーい。あと、やばに、やあ、イコンさん、よく来たね。リサさんと海蔵さんのウェディング撮影を手伝ってくれるのかな、それとも撮影スタジオについての質問かい。手伝う。おお、ありがとう。ウェディング撮影を手伝ってくれるんだね。じゃあ準備するからちょっと待っててくれ。またこっからか。なんだ。はいはい。景色のセットを作ってもらった。え、あ、違うの？披露宴のパーティー会場。家族やお友達、お世話になった人たちをたくさん呼んで、豪華な飾りやお料理で盛大にお祝いするの。それから新しいウェディング家具をカー君がまた作ってくれたのよ。ダーリンたら本当に素敵でしょ。イベントために追加されてるからぜひ使ってちょうだいね。さらに素敵なセットが作れるはずよ。ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセットにしてあげるね。わかった。私の好みじゃないんだよとか言って、頑張ります頑張ります。はい、こんな感じでいいかなと思います。もうね、わかんない。特にひねりはないです。これで話しかけてみようかな。家具が置けたら続けて写真撮影もお願いできないかしら。はーい。じゃあ私を消し、もうさ、手前料理片方に置いてあるやつないからさ、二つ料理余っちゃうんだよね。まあいいんだけどさ。はい、取りました。ぽよん。撮れたみたいね。写真を見せてもらいたいんだけど、いいかしら。何枚か撮った場合は最後に撮った1枚だけ見せてもらうわ。 OK、 ありがとう。早速見せてもらうわね。まあなんて素敵な。 OK、 特に無理して使わなくていいみたいですね。こんなに素晴らしいセットでダーリンと写真を撮れるなんてとっても幸せ。本当にありがとう。そうそう、お礼をしなくちゃね。カー君が作ってくれたウェディングのテーブル、あ、この目の前のやつですね。持ち物に入れておくのかね。あとこれも受け取って、愛の結晶よ。これ前回7個だったのかな、確か。今回10個もらえるのかな。11個。はえー、これ満点何個もらえるんだろうね。11個ってことはこれ満点じゃなさそうだよね。そして出られない。はーい、消し去りました。さようなら。いや、お疲れさん。ちゃんと写真撮影できたみたいだね。もしよかったら明日も手伝ってくれると助かるな。明日は何だろうね。どうするのがいいんだろうな。はい、帰ります。さて、それでは最後にここら辺のね、化石と、あと今日取れた魚、虫たちを寄贈して終わりたいと思います。まずは化石の鑑定ですね。じゃあ化石の鑑定してください。さあ、5個中マンモスは入ってるんでしょうか。入ってません。はい、じゃあそれでは蚊からね、寄贈していこうと思います。
一匹ずつね。か。ひか。なんでもありません。それでどうされます？はい、解説してもらうために一匹ずつなんです。蚊といえば血を吸われて痒くなるというイメージが浮かびますが、血を吸うのは産卵前のメスだけで、オスや普段のメスは鼻の蜜や樹液を吸っておとなしく生きてるんですよね。蚊に刺されると痒くなるのは血を吸う時に唾液を注入されるためで、中に含まれる成分へのアレルギー反応。あ、そうなんだ。何も入れずに吸ってくれたらいいのに。それにしても血を吸われるだけじゃなく余計な注射までされていたなんて気持ち悪いね。次は、はい、ホタルで。ホタルも嫌か。ホタルね、成虫は綺麗だけど幼虫はね。ホタルといえばピカピカ光るお尻が一番のチャームポイントですね。暗闇の中で舞う光は夏の風物詩ですが、中には全く光らない種類もいるんですよ。あー、なんかいるらしいですね。その一方で幼虫、サナギ、卵までも発光させることができる種類もいるので、一口にホタルといっても様々ですね。幼虫、サナギ、卵も光るんだ。ものによって。まあどっちにしても私にとってはただの虫ですけどね。あー、気持ち悪い。なんだそれ、ちょっと適当すぎないか。じゃあ最後にドラドですね。これはどこからどう見てもドラドですね。よろしければドラドについて。はい、ぜひぜひ。喜んで。ドラドはスペイン語で金色のという意味で、その名の通り黄金の体を持つ魚です。体がとっても大きくて最大で 1.3 メートル。ほう。泳ぐのも早いので、魚はもとよりカエルや鳥も捕まえて。肉食だね。私、追いかけられたら逃げ切れる自信が。風太くんは大きすぎるからね。風太くんの全長どれくらいなんでしょうね。ではお預かりしたものは展示室に飾らせていただきます。はい、ドラド見てそれで終わりにしようかな。ドラド、さてドラドはどこ。あ、ドラドがこっちに来てる。大きいね、ここ。ドラド、へえ、やった。食べられちゃいそうだもんね、他の魚と一緒にしたらね。あ、ついにここに魚が増えました。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。